はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。今回は、こちらの長谷川幸寛さんの記事をご紹介したいと思います。先日の安保法案可決に、際しての民主党がですね、プラカードをたくさん掲げて抗議していました。まあ、それを痛烈に批判して、プラカードを、掲げるぐらいなら議員を辞職せよとね、批判している記事がありましたから、そちらの方をね、ご紹介したいと思います。ご紹介したい記事はこちらですね。まあ、こちらの記事は、このチャンネルの他の動画でもちょっとだけご紹介、したものなのですが、今回はね、音声でご紹介したいと思います。長谷川さんはこの方ですね。ツイッターのこの写真も出しましょう。こちらです。よくテレビで、姿をね、見ますよね。うん。高人の底まで行って委員会とか、面白い発言をね、よくしてくださっています。で、民主党がですね、プラカードを、掲げていたのはね、テレビでもたくさん報道されていましたから、見た方もね、多いかと思いますが、例えば、こんな感じですよね。うん。テレビに向かってめちゃくちゃアピールしていました。うん、で、まあ、この後ね、民主党、このプラカードね、ほったらかしにして帰ってしまったことも大問題とね、されていました。で、今回ですね、まあ、長谷川さんのこちらの記事をご紹介して、その後にですね、またちょっといくつか、ぜひご紹介したい、情報がね、ありますので、こちらとかですね、こちらも、長谷川さんの記事の紹介の後にご紹介していきたいと思います。はい、ではですね、まず、長谷川さんの記事の方をね、誠治さんの方から読んでもらいましょう。では、どうぞ。プラカードを掲げるぐらいなら、議員辞職せよ。国民を裏切ったのは、政府ではなく、お粗末な野党だ。採決拒否に国会議員の資格なし。安全保障関連法案の採決で議会制民主主義を踏みにじったのは誰なのか。左派系マスコミは政府与党であるかのように報じているが、そうではない。採決を欠席した野党である。お粗末な野党のおかげで政局の潮目はまた変わった。7月15日の衆院特別委員会室はまるで街頭デモのようだった。民主党議員はプラカードを掲げて委員長席を取り囲み、反対反対と大声を張り上げた。維新の党の議員は自分たちが提出した対案を否決されるとさっさと退席した。翌16日の本会議では民主、維新、共産、生活、社民の野党5党が揃って採決を欠席した。ここに野党の未熟さが如実に表れている。彼らは採決を拒否するという行為が一体何を意味しているか分かっているのだろうか。議会制民主主義の下で国民が国会議員を選ぶのは自分たちに代わって国会で法案を審議し最終的に採決してもらうためだ。中でも採決は最も重要な国会議員の仕事である。それをサボタージュするのは自分を選んでくれた国民に対する裏切りに他ならない。野党議員たちは自分が議員でいられるのは国民が自分に一票を投じてくれたからだという議会制民主主義の根本原理を無視している。自分の選挙では国民に投票を呼びかけながら、いざ国会で国民に代わって投票しなければならない時に投票するのを拒否したのである。国民はそんな議員に仕事を続けてもらいたいと思うだろうか。私は全く思わない。ズバリ言えば、採決を拒否した野党議員は国会議員である資格がない。採決に応じないなら辞職すべきである。最も肝心な時に国民の代理人たる役割を果たしていないからだ。なぜ議員辞職をしなかったのか。野党議員は採決拒否戦術ではなく、潔く揃って全員が国会議員を辞職するという戦術を考えなかったのか。野党がそこまで腹をくくって抵抗したなら、もしかすると局面は変わったかもしれない。採決に応じない代わりに国会議員を辞職する、それは議会制民主主義の原理に沿った最大限の抵抗である。だが野党は腹を決めるどころか、
そんな抵抗戦術など白友頭をかすめなかったに違いない。彼らは自分たちの議員バッジと既得権益は絶対に守ろうとする。それでいながら仕事は放棄したのだ。所詮は事前に決められた役割分担に応じて国会で痩せっぽい三文芝居を演じただけだ。ある女性の野党議員は、私の祖父は戦争で死んだと涙まじりにカメラの前で訴えてみせた。テレビドラマさながらのお涙頂戴芝居を見せられた国民はしらけ返ったに違いない。今回の出来事は民主主義原理の根本を問うている。そんな本質を見極めないで強行採決の暴挙などと報じている左派系マスコミも全くトンチンカンとしか言いようがない。記者や論説委員は採決欠席こそが民主主義に対する最大の暴挙だったと思わないのか。採決欠席を批判しないのは国民が選挙で棄権するのを容認するのと同じである。選挙で国民に投票を呼びかけておきながら国会採決で議員が投票を拒否しても批判しないマスコミは二重基準どころか完全に思考が停止している。そういえば同じ左派系マスコミは昨年の解散総選挙でも解散に大義はないと批判していた。国民に選択権が委ねられた選挙こそが民主主義の根幹と理解していなかった。今回も頭の中身発想は全く同じである。彼らも野党と同じく先に反対ありきで、どうせ負けるなら選挙や採決などどうでもいいと本心で思っているのだ。左派系マスコミとはその程度なのである。維新の党にもがっかり、民主党や共産党には最初から期待していないが、がっかりさせられたのは維新の党だ。彼らは自分たちの対案が否決されるとそそくさと委員会室から出て行ってしまった。一体何なのか、その態度はまるで自分の言い分が通らなくて床にひっくり返っている子供である。維新の党には多少期待もしていたが、今回の対応は情けないというほかない。民主党は次は徴兵制だと煽った。集団的自衛権を容認した日米安保条約の下、有事で米軍の支援を当てにできるからこそ日本は軽武装の自衛隊で済んでいる。もしも個別的自衛権だけで国を守ろうとすれば米軍は頼りにできないのだから、はるかに重武装の軍事国家にならざるを得ない。その先にあるのが徴兵制である。スイスはどの国とも同盟を結ばず自前の軍事力に頼っているからこそ徴兵制なのだ。自分たちのロジックこそが徴兵制につながるのに、ねじ曲げた空想論を展開するだけの民主党に明日はない。まともな政策論を展開できずに徴兵制の復活とか戦争法案とレッテルを貼る民主、共産、生活、社民の議論と行動は今や国民感覚から離れて完全に上滑り状態に陥ってしまった。この調子だと参院審議も衆院以上に空虚な歌舞伎化が進むだろう。本当の政策論議がなく同じ三文芝居のやり取りが繰り返されるだけだから、やがてテレビも視聴率が取れずに注目しなくなる。加えて本会議採決と同事実に新国立競技場の計画見直しが明らかになった。遅きに失したとはいえ、これも政権にはプラス材料である。あえて政府与党に注文をつけるなら、年金情報漏洩問題のけりをさっさとつけてもらいたい。日本年金機構と厚生労働省担当者に対する厳重処分を急ぐべきだ。真相解明はそれからである。私はつい2週間前のコラムで安倍政権の危機を指摘したばかりだ。ところが民主主義の原理原則を踏まえない野党戦術の誤りと新国立競技場問題をめぐる政府与党の方針転換をきっかけに、また流れは変わってしまった。目先の内閣支持率が多少下がることはあっても大したことはない。こんな野党に支持が集まるはずはないからだ。国民は賢明である。はい、どうだったでしょうか。ちょっと長い記事だったのですが、非常にね、私は共感できました。今回の長谷川さんの、言い分というか、説明してくださってる内容ですね。音声で長谷川さんね、の内容を今読み上げていただいたわけですが、やはり私が共感したところは、この黄色くしたところですよね。議員制民主主義の下で、国民が国会議員を選ぶのは自分たちに代わって国会で法案を審議し、
最終的に採決してもらうためだ。中でも採決は最も重要な国会議員の仕事であると。それをサボタージュするのは自分を選んでくれた国民に対する裏切りに他ならないと、言っています。さらに野党議員たちは自分が議員でいられるのは国民が自分に一票を投じてくれたからだという議会制民主主義の根本原理を無視していると。自分の選挙では国民に投票を呼びかけながら、いざ国会で国民に代わって投票しなければならないときに投票するのを拒否したのであると。まさしくその通りですよね。うん、で、さらに、これですね。ある女性の野党議員は、私の祖父は戦争で死んだと、涙混じりにカメラの前で訴えてみせた。テレビドラマさながらのお涙ちょうだい芝居を見せられた国民は、しらけ返ったに違いないと。本当にしらけましたよね。この女性野党議員さん。まあ、某辻元清美さんですがね。うん。で、あとはですね、やはりこちらも非常に、共感できる部分でしたね、個人的には。これです。民主党は、次は徴兵制だ、と煽った。集団的自衛権を容認した日米安保条約の下、有事で米軍の支援を当てにできるからこそ、日本は軽武装の自衛隊で済んでいる。もしも個別的自衛権だけで国を守ろうとすれば、米軍は頼りにできないのだから、はるかに重武装の軍事国家にならざるを得ない。その先にあるのが徴兵制であると。スイスはどの国とも同盟を結ばず、自前の軍事力に頼っているからこそ徴兵制なのだ。自分たちのロジックこそが徴兵制につながるのに、ねじ曲げた空想論を展開するだけの民主党に明日はないと断言していますね。素晴らしい。うん、まあ私もそう思いますね。で、この、まあ集団的自衛権とかもしくは徴兵制に関しては、一つね、ご紹介したい資料があります。こちらなんですが、こちらは、このホイルさんという方が、まあ、ツイッターなどでね、いろいろこういった情報なども、うん、紹介してくださっているので、そちらをですね、まあ、引用させていただいているわけですが、うん。ホイルさんがね、このノートで、うん、無料で公開してくださっている資料です。こちら、要するに、集団的自衛権を、まあ、利用することで、他の国と、まあ、連携することで、自国の、軍事をね、縮小していくと。で、まあ、結局、経済的負担が軽減されるということを、簡単にね、うん、わかりやすく、こういった図で、表でね、説明してくださっているものです。まあ、違う動画でもこちら、紹介させていただいたのですが、うん。まあ、先ほどの、この長谷川さんの、この記事、このとこですね。民主党が徴兵制だと、煽っているとか。まあ、こういうところと合わせてこちらの、こちらですね。うん。こちらも参考にしていただくと、すごくね、わかりやすいかと思いますね。うん。まあ、でも、本当に単純明快ですよね。簡単に言ってしまえば、こう例えばここ B 国という、もうちょっと画像を大きくしましょうか、ここね。まあ、ホルホルさんが説明するには、この軍備縮小型抑止力ということで、同盟関係国で軍革新国、革新新国に牽制するということですね。うん。で、まあ B 国というね、某、軍備を拡大する巨大な、うん、チャイナ国のようなね、国があったとします。うん、で、この周りをこういった他の国で、周りというかね、うん、まあ連携して、うん、数でこの国に対抗するようにすれば、結局、自分たちの負担というのがね、非常に、軽減されますよね。これを例えば、この、まあ、B 国に対し、この A 国が一国だけで、要するに個別自衛権だけで対抗しようとした場合には、この B 国にね、同じぐらいの軍備を、
持たなければいけません。ということは結局こうなるわけですね。うん。B 国が大きくなったら、A 国も大きくしなければいけない。まあ、例えて言うならば、もし日本が純粋に、ね、民主党が言ってるように、集団的自衛権をね、本当に厳密に否定するならば、日米同盟をね、否定するということですから、うん。結局、アメリカに頼ることができなくなりますので、中国、巨大な中国に、まあ、中国をね、脅威とみなすならばの話ですがね、うん、あくまでも。中国が巨大になるならば、日本もそれに応じて、巨大な軍事国家にならなければいけないと。ということは当然ね、軍事費もかさいます。経済的負担もね、大きくなります。でも、集団的自衛権を本当にしっかりとね、まあ、行使することができれば、こういった感じで、うん、日本はね、そこまで大きくならなくていいわけです。他の、まあ、アメリカだったり、東南アジアの他の国々、オセアニアの、ね、国々と協力して、この巨大な一国に、他国ね、協力することができますからね。うん、結局、こう、この円を小さくね、することができるわけです。うん。で、長谷川さんが言うには、本当にね、個別自衛権だけでするなら、要するに、軍を強大にしなければいけないので、当然兵もたくさん必要になってきます。ということは、結局そちらの方がね、徴兵制につながるのではないかと、つながるではないかと言ってるわけですよね。まさしく、その通りだとね、私も思います。うん。はい、という感じですね。ちょっと、長くなりましたが、こんな感じですね。はい、では動画をご視聴いただきありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。